いらっしゃいませ。ヘアサロンにへようこそ。当店では他店には到底真似できない。信じられないような寸晴らしいヘアスタイルに仕上げます。信じられないくらいひどいんだろ。いやいやいや、評判もかなり良くて、このお店がヤバいっていう雑誌に載ったんだ。それはいい意味のヤバいなのか。本日のお客さんはこれからの時期大忙しな超大物人物です。これからの時期大忙しな超大物。それでは張り切ってスタイリングしていきましょう。おいこの人って、見た目は綿飴をそこら中にくっつけたじいさんですが、この方は子供たちに夢とプレゼントを与えるサンタクロースです。そうだっけ？大丈夫かよ。プレゼントくださーい。何目立ってんだ。それじゃあ早速小太りじいさんのスタイリングを開始するわよ、サンタクロースだよ。まずは育毛剤でとにかく毛を伸ばします。なんて眩しい笑顔だ。ちょっとつけすぎかなー、程度にします。だいぶつけすぎだろ。この時、眉毛と口ひげもしっかり伸ばしますからねー。儲けはこんなもんでいいだろ。そうしましたらお次はドライヤーで風を当てます。顔どこ行った？消えましたね。完全に。戻してやれー。それじゃあお次はカラーリングに移ります。このじいさんは色が入りやすそうねー。お前のところにプレゼント届かねーぞ。クリスマスはみんな大盛り上がりするから、それに負けないようにド派手にカラーリングするよ。待て待て待て。サンタさんって言ったら白い髪と白いヒゲがトレードマークだろ。ダンブルドアかよ。サンタクロースだよ。それじゃあどんどん染めていくわよ。ほっほっほっほ、虹が見えるぞい。あんたが虹になってるからな。なんということでしょう。色あせたジジイが色を取り戻しました。じいさんの知人の方から感想をいただいております。トナカイじゃねえか。やっぱり人って変わるもんですね。これならイルミネーションとしても役立ちますし、それにツリーにしても目立ちそうですよね。サンタをツリーにしようと考えてるぜ。ほっほっほっほ。あいつ言及。給料制だったのー。それじゃあお次は可愛く飾り付けをしたいと思います。一体どれだけ可愛くなるのか、トイプードルよりも可愛くなれるのか。それは無理だろ。とにかくよくやってやれ。完成、歩くクリスマスツリー、サンタの面影ねえ。てっへっへっへ、どうじゃ、わし最高にファンキーじゃろ。ふ鼻で笑われたー。うわー、怒りで毛がなくなった。サンタペン。ペンガー。こいつ、なんだと思う？木だな。そう、こいつはもみの木。本当だったら植木屋さんに行ってもらうんだけど、クリスマスだから特別にセットしてあげるんだ。いやー、マジありがたいっすよ。植木屋に行ったら葉っぱ染めてくれませんからねー。普通の美容院でも葉っぱなんか染めねえよ。まあ特別ってのもあるから、通常の100倍のスタイリング代を払ってもらうけどね。ここに来たこと後悔し始めました。サンタさんをすごいド派手にしちゃったから、もみの木も負けないようにスタイリングするよ。頼みますー。スイカバーだな。どうですこの完成度。どこからどう見てもスイカバーね。すげえ不満そうだけどな。ちょっとあんた、これのどこに不満要素があるわけ？完璧なスイカバーじゃない。完璧なスイカバーになりたくなかったんだよ。じゃあどうしたかったのかな？メロンバーが良かったんだー。スイカ最高ー。より目立つようにレインボーにしました。目立つなんてもんじゃねえな。じいさんとお揃いでいいじゃない。これだけ目立てばクリスマスの主役になれるぞ。あ、言い忘れてたけど、これカラースプレーだから、雨が降ったら一気に落ちちゃうよ。傘、売ってる？どうやって傘持つんだよ。まあ外にいなけりゃ大丈夫よ。随分とクリスマスらしくなったじゃねえか。うんうん、うるさい頭だ。それじゃあ本日のお会計、カラーリングとセット料金合わせて、50万円になります。こりゃクリスマスどころじゃない。最後までご視聴していただき、ありがとうございました。チャンネル登録はお済みですか？ PC でご覧の方はこちらのボタンをクリックしてください。スマートフォン、タブレットでご覧の方はこちらからご登録よろしくお願いします。